じゃあ、エモンさんから。はい。浅草金屋、33歳。出版社で記者やってます。小さい頃、月刊マーを読んだのをきっかけに、オカルトに興味を持ち始める。気づけば、月刊マーで働くのが夢になっていた。もともと喋りが得意ではなかったため、営業に備えて心理系の大学に進学。オカルトサークルで、初めての友達ができ、そこで喋ることの楽しさを覚えた。趣味は、サンちゃんのオカルト版で、記事になりそうな情報を探すことです。昨日はこんな感じ。他に特筆することといえば、継続キャラなので3期が26しかないってことくらいですかね。だいぶ終わってますね。まあいいですけど。今日はロストするつもりで来ました。よろしくお願いします。じゃあ次、チャコさんお願いします。はい。古本チャコ、18歳。大学生。本が好きで、いつも図書室にいる大学1回生。分厚いメガネをかけており、髪はボサボサ。友達からは古本ちゃんと呼ばれている。コミュ障だが、仲良くなると面白いとよく言われる。居酒屋でバイトをしているが、気が小さいためするに謝る癖がある。おかげで頭を下げるスピードが上がり、謝って頭突きをかますことも少なくない。趣味は、読書と山登りです。自分も継続キャラですが、産地は終わってないです。よろしくお願いします。最後はレイマリさん。雨宮さや、16歳、高校生です。小さい頃からパソコンを触っており、将来もそっち系の職に就きたいと考えて、高校は工学科のあるところに進学した。しかし、ご時世的にオンライン授業が主となり、時間に余裕ができたため、バイトを始めた。普通のバイトをしてもつまらないので、いとこの探偵事務所で助手として働いている。現在、アパートで一人暮らし中。趣味はサバゲーです。最初の方に作ってたけど、PC として動画に出るのは初めてか。一応探偵だから、職業柄、導入に絡ませやすいんですよね。まあこれまでは、こいつがいないところで散々言われてましたけど、今日はしっかり探偵であることを見せつけていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。休日の夕方頃、皆さんは、共通の友人である石澤啓太と食事に行く約束をしています。このメンバーが共通の友人なことある？じゃあこうしましょう。石澤はフリーのジャーナリストなので、浅草とはもともと仕事仲間でいいでしょう。チャコは、家城村の話を聞くために、浅草経由で仲良くなったことにしましょう。アメミヤも、古本を取材するとき、取材側としてその場に居合わせたってことで。なるほど、了解です。今回、石澤と食事の約束をしているわけですが、会場は石澤が予約してくれていたようで、洒落た雰囲気の、中華料理店、かっこ個室です。全員が揃ったところで石澤が口を開きます。本日は、来ていただいてありがとうございます。いやお久しぶりです、石澤さん。今日はご馳走してもらえると聞いて。まあ、前回の取材のお礼みたいなもんですよ。アメミヤさんはむしろ取材する側だったような。まあ、ご馳走してくれると言ってますから。こんないい店知ってるってことは、やっぱりこっちの方も相当稼いでますな。と言って、手でお金のジェスチャーを作ります。何言ってるんですか？最近は文春、とか、フライ、に仕事取られてばっかりで、もうやってられないですよ。いやまああれは我々とはジャンルが違いますから。そうして談笑していると、回転テーブルに、料理が次々と運ばれてきます。うん、今日もうまそうだ。ちょっとアメミヤさん、そんなぐるぐる回すもんじゃないからこれ。どれにしよっかな、あれも美味しそう。あ、私のエビチリが向こうに。わかった、僕が取り分けるから、アメミヤさん、一旦机から手を離そう。そう言いながら、小籠包やエビチリなど、石澤はそれぞれに料理を取り分けてくれます。あ、ありがとうございます。あ、どうもどうも、石澤さんは、ここよく来てるんですか？まあそうですね、結構来ますよ。やっぱり仕事柄、個室の方がありがたい場面が多いですからね。個室がある中華料理屋ってなかなかないですから。今のご時世、どこから情報が漏れて拡散されるかわからないですもんね。いやもう本当にそうなんですよ。ちなみになんか、オカルト的なネタとか、持ってたら教えてくださいよ。あ、こんなとこでもまた言ってる。いくら浅草さんとはいえ、ネタを開けるわけにはいかないですよ。あれ？ダメ元で言ってみたけど、もしかして何かあるんですか？そりゃないわけじゃないですけど、まあなかったら仕事が成り立ちませんから。どんなネタなんですか？教えてくださいよ。人間困った時は助け合いって言うじゃないですか。って感じで、ネギリで教えてもらえませんかね？ふっふっふ、一方的だな。そうだな。ネギリじゃなくて、精神分析なら。精神分析はないですね。心理学ならあるけど。じゃあ心理学でもいいでしょう。そのままイエモンさんが振ってください。25しかないけど、まあ成功しないわな。成功はしなかったんですが、石澤は浅草に耳打ちしてきます。そこまで言うなら、この後、自分が今追ってる仕事のことで、少し相談に乗ってもらえませんか？そりゃあもちろん、俺なんかでよければ何でも相談してくださいよ。あれ、お二人、何こそこそ話してるんですか？あ、いやいや、何でもない何でもない。このエビチリがめちゃくちゃうまいって話ですよ。アメミヤさんも食べてみてくださいよ。いや、私辛いの得意じゃないんですよ。あ、そうだ、古本さんさっきエビチリ欲しがってましたよね。私のエビチリあげるんで、小籠包と交換しましょうよ。と言って無理やり交換します。あ、ちょっとアメミヤさん、何するんですか？やめてください。そうして、ほのぼのした会食がしばらく続いていたのですが、皆さんはあることに気がつきます。石澤啓太の食欲が、異様に旺盛なのです。大皿の料理が来ると、どんどん自分の皿に取り分けて、一人で食べてしまいます。最初のうちは笑い話で済まされますが、食事が進むにつれ、それは徐々にエスカレートしていく。
石沢はガキにでも取り憑かれたかのように、運ばれてきた皿を奪い取り、一人で平らげてしまいます。石沢さん、食べ過ぎじゃないですか？もちろん、石沢は普段こんな非常識なことをする男ではありません。ここで全員、聞き耳を振ってください。あ、クリった。1クリか。わかりました。クリ聞けと、それプラスアルファで情報出します。やったー。というわけで、聞き耳に成功した雨宮と浅草は、テーブルの下から、ボリボリと、何か硬いものを噛み砕くような音が聞こえてきます。なんか、変な音が聞こえてくるけど、机の下を見ます。自分も確認します。二人が、テーブルの下を確認してみると、石沢の両足が、なくなっています。いや、正確には、両足が体の内側にめり込んでいってしまっているようです。不思議と気は一滴も出ていません。石沢さん、足が。しかし石沢は、自分の体がそんなことになっているのにも構わず、無我夢中で食事を貪り続けています。やがて石沢の下半身は失われ、両腕だけでテーブルにしがみつき、手づかみで、手当たり次第に料理を平らげていきます。石沢さん。だ大丈夫ですか？うまい。うまい。皆さんが見ている前で、石沢の体は、みるみるうちに内側にめり込んでいく。しかし、あなたたちにはどうすることもできない。ここで、もう一度聞き耳をお願いします。アメミヤは自動成功です。では、アメミヤとコホンは、奇妙なことに、石沢の体の中から、と、妙な音が聞こえた気がします。やがて、石沢は両腕も上半身も頭も、体の内側にめり込んでいき、最後に歯をむき出しにした口だけが残る。その口は、もっと、食べたい。石沢の声で小さくそうつぶやくと、近くにいた浅草に飛びかかってきます。うわぁ。しかしその口は浅草に触れる寸前で煙のように消えてしまいます。あれ?なんとも、ない?そうですね、外傷はありませんが、あなたたちは石沢の異常な死に様を目撃してしまったので、3チェックが発生します。まあそりゃそうだ。成功で1、失敗で 1D6。これはもういきなりヤバいな、2ならまだ耐えてる方か。何が起こってるんですか?うわぁ。写真撮っとけばよかった。いや、そんなこと言ってる場合ですか。救急車。救急車って言っても、そもそも体がありませんし。じゃあ、警察になるのかな。警察。あれ、そういえば皆さん、今日財布持ってきてます?私スイカしか持ってきてないです。支払いが。この辺で、浅草は 1D10 振ってください。7。浅草は突然、強烈な食欲に襲われます。テーブルには、まだたくさんの料理が並んでいるわけですが、その料理を、とにかくお腹の中に収めたい。浅草はその欲望に抗うことができません。あれ、なんでだろ、急にめちゃくちゃ腹減ってきた。と言って、とりあえずあるもの食べます。いやー、俺エビチリ好きなんだよな。うん、うまい。ちょっと浅草さん何してるんですか？何って、見りゃわかるでしょ。飯食ってんですよ。今はそんな場合じゃないでしょ。石沢があんな風になったというのに、急にご飯を食べ始めて、浅草は明らかに様子がおかしい。アメミヤとコホンはそう思うでしょう。浅草さん、急にどうしたんですか？もしかして、浅草さんも足なくなるんじゃ。確認しますが、足は地面についています。よかった、足は大丈夫か。どうしよう。二人とも、精神分析は持ってますか？ないです。私も持ってない。何かしら、浅草を止める技能があれば、提案してもらえれば。なければ、ずっと食べ続けてます。精神分析1しかないけど、さっきの栗付けでなんとかなりませんか？無理だろ、精神分析かっこ拳でいい思う。そうだな。まあさっき1クリだったし、クリ付け許可しましょう。それでいいんかい。浅草さん落ち着いて、一旦食べるのやめてください。アメミヤの呼びかけによって、浅草は我に返ります。あれ?急にどうしちゃったんだ俺、こんなことしてる場合じゃないのに。本当に勘弁してくださいよ。浅草は、我には返りましたが、腹の減りはまだ収まりません。今は時勢が効いている、ということです。でも、あれだけ食ったのに、まだ腹減ってるな。まったく、どうなってんだ。本当に大丈夫ですか？一旦出て、外の空気吸った方がいいんじゃ。ここにいると、また変なことになりそうですし、早く出ましょう。出るにしても支払いが、そうだ、石沢さんのカバンに財布入ってるんじゃ。確かに。三人は、石沢の荷物を探しますが、どこにも見当たりません。どうやら、荷物ごと、体の内側にめり込んでしまったようです。一応何かあった時用に、いくらか持ってますけど、これで足りるかな。ちなみに15,000円です。まあみんなの小銭とか合わせて、それで足りることにしましょう。三人は会計を終えて外に出ました。アタッチメント買って帰るつもりだったのに。ここで、全員アイデアを振ってください。全員成功なので、先ほどの浅草の様子を見て、このままでは、浅草も石沢と同じ運命をたどるのでは?という思考に思い至るでしょう。これ、どうします?このままだと、浅草さんも石沢さんと同じように。それを言うんじゃねえよ。ふ。あと、浅草は追加でアイデア振ってもらっていいですか?あれかな?石沢の相談って何だったんだろ的な?そうですね。それを覚えてるのであれば、アイデアは必要ありません。現状を改善するには、石沢の調べていたことを追うのが最適だと、思うでしょう。そういえば石沢さん、今追ってる仕事で悩んでるって、後で相談に乗ってくれって、さっき言われたんだった。そうだったんですか?そんな話してたんですか?まあ記者同士だから、話しやすかったのかも。
確かにそうですね。ってことは、石沢さんの家に行けば、何か掴めるかもしれない。ってことですね。ただ、もう時間も時間ですからね。今日は一旦家に帰って、また明日で直すとしましょう。お金もないですからね。でも、浅草さん一人だと、またどうなるかわからないですし、私も浅草さんについていきますよ。いやいや、雨宮さんまだ未成年でしょ。家に入れて、捕まるのはこっちなんですからね。最近そういうのへの風当たり強いんですから、勘弁してくださいよ。仕方ないですね。じゃあまあ何かあったら、電話してください。それじゃ、また明日。こうして3人は解散し、それぞれの自宅に帰りました。浅草は 1D10 振ってください。5、では、浅草は、先ほどご飯を食べたばかりだというのに、様々な食べ物の幻覚を見ます。しかし、幻覚なので、当然手に取って食べることはできません。追いかけても、浅草から遠ざかっていきます。そして、遠ざかる幻覚を追いかけた浅草は、部屋の壁に激突して気絶します。翌日、皆さんは自分の家で目が覚めます。あれ？もう朝か。昨日は帰ってきてから。あれは、幻覚、か、俺の身に何が起きてるか、早いこと突き止めないとな。じゃあ皆さんは、これから待ち合わせの場所に向かう。ということでいいですか？はい、今日はしっかりお金を持っていきます。待ち合わせ場所向かう前に、浅草はコンビニで、食べ物買い込んでいきます。お金は持ってるでしょうし、大量の食料を買えたってことで。そうして3人は、石沢のアパートの前で集合します。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。浅草さん、なんかげっそりしました？げっそりはしてないだろ。まあ目の下にクマはできてるかもしれないけど、げっそりというか、むしろふっくらしてそうだよね。それちょっと思ってた。多分おにぎり食べながら合流するんでしょうね。昨日から、食欲が止まらないけど、やっぱり、おにぎりが一番なんだな。声が、なんならキャラまで変わってる。どんだけ食べてるんですか？あれ、裸の対象かよってツッコミ待ちだったんだけど、伝わんなかったかな。まあでも、ある程度食べて、食欲は落ち着いてきます。あれ？なんか急にお腹いっぱいになってきた。じゃあ早く、石沢さんの部屋を調べに行きましょう。とりあえず、部屋のチャイム鳴らしてみます？もしかしたら、昨日はイリュージョンで消えただけかもしれないし。確かに、支払いが嫌で逃げた可能性ありますね。チャコは、インターホンを鳴らしてみますが、反応はありません。ドアが開いてるか、ドアノブを回してみます。鍵がかかっているようです。鍵開け、もしくは機械修理で開けられるかもしれません。どっちも持ってないや。こういう時は、大家さんに事情話して開けてもらうしかないか。ああ、確かにそうですね。じゃあ浅草さん、よろしくお願いします。はいはい。ごめんください。はい、どうかしましたでしょうか。中から大家さんが出てきます。私、ここに住んでる石沢さんの連れといいますか、友人なんですけども。ああ、305号室の。あ、そうです。石沢さんとは仕事仲間なんですが、彼、昨日から手が離せない状況で、忘れ物を代わりに取ってきてくれと頼まれてきたんですけども、あいにく鍵をもらい忘れてしまって、なんとか、開けてもらうことってできませんかね。そのロールプレイだったら、交渉系技能にマイナス20ですかね。マイナス20。まあ証拠も何もないので、仕方ないですね。自分説得45あるんで代わりましょうか。いや別にいいです。じゃあ、一旦アイデア振ってください。ダメだこや。失敗したので、補正は変わらずマイナス20です。これはもう覚悟決めるか。振っちゃったらもう変われませんからね。あ、クリッタは。今日みんなで目良さそう。そうかい、それは大変だね。前にも何回かお邪魔してるんですけど、自分の顔覚えてないですか？あ、思い出した思い出した。あんたらかい。そういうことだったら、早く忘れ物を届けてあげないと。ちょっと待っててね。そう言うと、大家さんは一度奥に引っ込み、持ってきた鍵を浅草に渡してくれます。用が済んだら、ちゃんと鍵は返してね。ありがとうございます。ここのポストに入れておけばいいですかね。そうだね。じゃあポストに入れておいておくね。そうして大家さんは、部屋に戻っていきました。じゃあ、早いとこ調べましょう。浅草さん、すごい。手慣れてましたね。仕事柄、ああいうのはよくあるんですよ。とにかく、石沢さんの部屋行きましょう。渡された鍵を使って、皆さんは石沢の部屋に入ります。荷物は多いですが、すっきりと片付けられており、清潔感のある部屋です。相変わらず綺麗にしてたんだな。調べられる場所としては、仕事机、座卓、ゴミ箱、資料棚、この辺ですかね。仕事のことで相談に乗ってくれって言ってたし、とりあえず仕事机見てみますね。あ、私も一緒に机調べますよ。じゃあ、私は棚の方に何かないか探してみます。わかりました。では、仕事机の方から処理していきます。仕事机には、最新式のノートパソコンが置かれています。おそらく仕事用のパソコンでしょう。ロックがかかっていて中を見ることはできません。まあそりゃそうだわな。ただ、パソコンには付箋が貼ってありまして。あ、これなんか見たことあるぞ。付箋には、うがー、くぷん、ゆふ、と書かれています。なんだ、パスワードが書いてあるんじゃないのか。また、パソコン周りには、石沢が手掛けていたであろう、仕事に関する書類や写真、新聞や雑誌の切り抜きなどが、15センチほど積まれています。この、雑多な資料を調べるには、最低でも2時間はかかるでしょう。そして、図書館成功したら、さらに追加で情報が出ます。2人で分担すれば、時間半分になったりしません。分担、できていいでしょう。
浅草さん分担しましょう。私こっち調べるので、そっちはお願いします。量が多そうだから仕方ないですね。そっちは任せました。二人で調べてるので、1時間で情報を得ることができました。図書館も振ることができます。二人とも成功ですね。では、最近の石澤は、摂食障害について調べていたことがわかります。摂食障害？あ、摂食障害ってあれね、拒食症みたいな。そうです。そして、最近の資料の中に、韮崎孝江という、カウンセラーの人物調査が挟まれていました。人物調査といっても、そこに書かれているのは簡単な経歴くらいで、カウンセリングの内容とか、韮崎がどういうカウンセラーなのかは書かれていません。石澤さん、摂食障害について調べてたみたいですね。石澤さんも、摂食障害で悩んでたんでしょうか？いやでも、そうとは思えないほどめちゃくちゃ食ってたけど。あれ、二人とも、何の話ですか？今、石澤さんが、摂食障害について調べてたことがわかったんですけど、石澤さんも、摂食障害で悩んでたのかな、って話をしてました。ではそれを聞いたチャコは、資料棚から摂食障害について書かれた本を発見するでしょう。摂食障害といえば、さっきそれっぽい本ありましたよ。どこだったかな？あった、これだ。その本には、摂食障害について基本的な知識が載っていました。摂食障害とは、食事の取り方や、その量に異常をきたす病気だ。その症状は様々だが、異常な量の食事を取る、逆に食事を拒絶する、食べたものをすぐに嘔吐してしまう、といったものがある。不健康な食生活は、心身に深刻な影響を与えることとなり、他の症状を併発することもある。摂食障害は、珍しい病気ではなく、本人も周りの人も症状に気づけずに、治療を受けていない潜在的な患者も数多くいると考えられている。そうなんだ。食べ過ぎも一種の摂食障害ってことか。それと、こっちの付箋も気になるんですよね。じゃあ、雨宮はアイデア振ってみましょう。雨宮は付箋の文字を見て、前にハッシュタグがついていることから、これは SNS のタグなのでは？と思いました。これってハッシュタグですよね。Twitter で検索したら何か出てくるかな。スマホで調べます。Twitter の検索で、ウガークプンユフ、と調べると、韮崎のカウンセリングを受けた、相談者のツイートがいくつか出てきます。どのツイートも、韮崎のカウンセリングの効果を絶賛するような内容です。中には、たった1時間で摂食障害が治った、という声もあります。ここで雨宮は、ないと思うけど、医学、精神分析を触れます。もしくは、得る情報は違うけど、心理学でも触れます。どれも持ってないですね。了解です。韮崎さんのカウンセリングはすごいみたいだけど、独特なハッシュタグだな。一応追加で調べることもできて、その場合は、1時間と図書館の成功が必要です。じゃあ、自分このままネットで検索するんで、他の場所は2人に任せてもいいですか。あ、そうね。じゃあ俺がタク調べるか。了解です。チャコがゴミ箱行きますね。おのおの別の場所を調べるということで、座卓から行きましょうか。仕事机とは別に、テレビの前に座卓があります。おそらくここは、石澤が仕事以外の時間を過ごしていた場所でしょう。座卓の上には、テレビのリモコンや、流行りのレストランが特集された雑誌が置いてあります。雑誌には、付箋が貼ってあるようです。昨日行った中華料理屋に付箋してんのかな？浅草がページを開いてみると、近所のイタリアンレストランの紹介記事に印が付けられており、今日の日付と、19時予約、とボールペンで書かれています。あの人、普段から色々と食べまくってたのか？その割には全然太ってなかったけど。座卓はこれくらいかな。続いて、ゴミ箱の方処理していきますか。ゴミ箱の中には、当然ながら、不要な書類などが捨ててあります。ほとんどの書類はそのまま投げ入れられていますが、そこの方に、小さく丸められたコピー用紙を見つけるでしょう。あれ、なんだろこれ。見ます。チャコがその丸まったコピー用紙を取り出し、広げると、そこには、ヒキガエルの顔にコウモリの耳、体はクマのような、不思議な生き物のスケッチが書かれていました。チャコはアイデアを振ってください。おー、これ大丈夫か？チャコは、一見ユーモラスにも思えるこの生き物に、得体の知れない恐怖を感じます。3チェックです。3チェックあるんだ。失敗なので HD さん。そして、クリティカルだったので、やけに生々しく、実際にこんな生き物が存在するはずもないのに、本当に存在するかのような迫力を感じます。さらにこれが、危険で忌々しい存在であると確信するでしょう。なるほど。ゴミ箱もこれくらいですね。うわぁ。なんですかこれは。そんなん言われたら振り向いちゃうじゃん。まあ自分も見ちゃうだろうな。なんですか？ゴミ箱の底に、変なスケッチが。では、二人とも見たということで、アイデア振ってください。成功なので、二人とも3チェックです。成功で0、失敗で HD3 減ります。着々と減っていってる。なんですかこれ。トトロではない。で、アメミアは図書館振りましょう。成功、であれば、先ほどからウガークプンユフ、という言葉について調べていたアメミアは、その言葉が、相談者たちの間で、挨拶や合言葉として使われており、もともとは、韮崎がカウンセリング中によく口にする言葉である、ということがわかります。ここで、アメミアはアイデア振ってください。ではアメミアは、昨日、石澤の体から最後に聞こえた音は、この言葉だったのではないか、と思います。あ、そうだ。この言葉、なんか聞き覚えあると思ったら、石澤さんの体から最後に聞こえた音だ。
このハッシュタグの言葉ですか？そうですそうです。まあでも結構時間食っちゃったし、そろそろ出ないと怪しまれるかも。確かにもう2時間強ですからね。じゃあそう話していると、この部屋のインターホンが鳴ります。やばい、誰か来た。ドアを開けます。待て待て待て、一旦ドアスコープ確認しよう。ドアスコープを確認するなら忍び歩きか隠れるかな。部屋の中ではあるのでプラス20の補正を上げましょう。どっちも持ってない。私もない。忍び歩き40あるので私が見に行きますね。バレちゃったよ。アメミヤは音を立てながら扉に近づきました。はい、今開けます。シーだね。アメミヤがドアを開けると、そこには見知らぬ女性が立っています。え、あなた誰ですか？あれ、もしかして石川さんのお知り合いですか？いや、こっちのセリフなんですけど。そりゃそうやわな。私たち石川さんの友達なんですけど、石川さんが行方不明になっちゃって。おいおいおい、バカ正直に伝えすぎじゃないか。え、なんで兄が行方不明なのにあなたたちが部屋の中にいるんですか？家の中に行き先の手がかりとかあるかなって大家さんに言って開けてもらいました。だからといって家の中に勝手に入るのは。私たち石川さんとは結構仲良かったんで、いくら仲が良くても本人がいない時に勝手に家に入るのは。見かねて後ろから出ていきます。とっとっと、すみませんすみません、自分はこういうものでして、名刺を渡します。名刺を見ていぶかしげな表情をしています。自分、お兄さんとは仕事仲間なんですよ。え、もしかして勝手に家に入って兄が調べた情報を盗もうとしてます？いや、むしろ逆です逆です、お兄さんに頼まれたんですよ。いやでも別の記者の人がなんで兄に頼まれるんですか？いやだから仕事仲間なんですって。月刊マーはオカルト系の、まあ世間一般から見ればうさんくさいような記事ばかりで、お兄さんの書くような記事とは競合しないんですよ。それにお兄さん、摂食障害か何かで悩んでたみたいじゃないですか。相談に乗ってくれって言われてたんですよ。じゃあ信用もしくはイクルメ説得プラス20で振ってください。成功ですね。では石川の妹は浅草の言葉を信じるでしょう。そうだったんですね。あれ、聞いてませんか、摂食障害だったこと。確かに摂食障害を受けている友人がいるって話をしたら、紹介してくれとは頼まれましたけど、兄が摂食障害だったというわけでは。紹介してくれってことは紹介制のサロンみたいなことですか？すみません、私の友人がカウンセリングを受けているだけで、私は何も知らないんです。あ、じゃあそのお友達を紹介してもらえませんか？え、なんでそんな兄の調べていたことを調べようとしてるんですか？もしかしたらお兄さんが最後に会ったのがその人かもしれないじゃないですか。そうですね、じゃあ交渉経理のを振ってください。まあ確かにそうかもしれませんね。じゃあ今から連絡取ってみます。そう言って原田光という摂食障害の友人を紹介してくれます。ありがとうございます。とにかく兄は今家にはいないんですね。そうですね、家にもいませんでした。今日の夜ご飯に行く約束だったのにな。いないんなら仕方ないか。あのイタリアンは妹と行く予定だったんか。まあ何か分かったらこっちからも連絡しますね。お願いします。そうしてヒロミは立ち去りました。行方不明だなんてデタラメ言って、だって本当のこと言うわけにはいかないでしょ。大家さんに確認されたら一発アウトだったぞ。てなわけで皆さんは原田光についての情報を得たわけですが、ここからどうしましょう？とりあえず鍵だけポストに入れて。そうですね、一旦お昼食べに行きます。そうね、適当な店に入ってそこで情報共有なり、この後の行動を話し合うなりしましょう。わかりました。では皆さんはファミレスに来ました。お腹減った、私はミラノ風ドリアにしよ。じゃあ私はパスタにしよっと。ここで浅草は 1D10 を振ってください。来ると思って準備してたわ。めちゃくちゃ食べ出したらやだな。めちゃくちゃ食べそう。では浅草は逆らい難い異常な食欲に駆られます。また。じゃあ俺はピザと辛味チキンが3つ、ハンバーグステーキにフライドポテト大盛りを2つ、とりあえずこんなもんか。あ、浅草さん、朝あんなに食べてたのに。それ自分で払ってくださいよ。今日はちゃんと金持ってきたから大丈夫だ。まあそれならいいですけど。あ、浅草さん、ちょっとポテトくださいよ。いやいや、これは俺が食べるんで、自分で頼んだらどうです？そんなにいっぱいあるんだからいいじゃないですか。どこにでもいるんだよな、こういう一口ちょうだいっていうずうずうしいやつ。なんだったらむしろ浅草が他の人のものを食べる勢いなんだよな。うまい。浅草は運ばれてきた料理をすごい勢いで平らげていきます。やっぱりファミレスといったらサイゼリアだよな。他の人が頼んだ料理も気がついたら浅草に食べられてしまっています。あれ、私のフォカッチャがない。なんだこれ、このピザ味がないぞ。それ私のフォカッチャー。この浅草の異様な行動を止めるのであれば何かしら技能を振ってください。タラコスパとミラノ風ドリア、あとエスカルゴも追加で頼むか。まだ頼むんですか？ちょ、めっちゃ見られてますよ。そうですね、店員さんもまだ食うのかこいつって感じの顔をしています。いや、頭突きしてもいいですか？ふっふ、いいですよ。しっかりしてください浅草さん。ダメージは 1D4 です。1点のダメージを受けて浅草ははっと我に返ります。は、浅草さん大丈夫ですか？俺、また
これは、早くカウンセリング受けてもらった方が。そうですね、まずはとにかく、紹介してもらった、原田ひかるさんに連絡してみましょう。では、ツイッターのアカウントを教えてもらっていたということで。まあこういうのは、記者である浅草さんに任せますか。は？あのね、アメミヤさんが紹介のつてもらってんだから、俺が連絡するのはおかしいでしょうが。確かに、それもそうか。しょうがないですね。しょうがないというか。しょうがないも何も、お前が強引に聞き出したんだろ。お前が始めた物語だろ。教えてもらったアカウント名は、ハラヒーです。あらかわいい。ハラヒーさんはじめまして。石沢さんから紹介いただきました、アメミヤと申します。ニラサキさんのカウンセリングについて、お話聞いてもよろしいでしょうか。メッセージを送ると、割とすぐに返信が来ます。はじめましてアメミヤさん。石沢さんからお話は聞いています。そういうことでしたら、どこかで直接お話いたしましょうか。ぜひお願いします。今からでも大丈夫ですか？わかりました。では、14時に駅前商店街のカフェで待ち合わせましょう。この後13時から、駅前商店街のカフェで待ち合わせになりました。じゃ、そろそろここ出るか。では3人は、会計を済ませて商店街へと向かいました。私フォカッチャ食べてないのに、会計は私になってた。まあ、あれは隙を見せてしまったのが悪いです。私はパフェ守りきりましたから。それにしてもサイゼリアで計8000円は食べ過ぎですよ浅草さん。今回は自分の分は自分で払ったし、迷惑かけてないんだからいいだろ。そうこうしているうちに目的のカフェに到着します。あ、ここだ。着きました。ちょっと早いですけど、とりあえず中に入ってましょうか。中に入って少しすると原田ひかるも合流します。多少げっそりはしていますが、それを差し引いても美人です。どうも、はじめまして、雨宮さやと申します。あ、どうも。こちらの方々は、あ、こっちが浅草、そっちが古本です。はじめまして。自分も韮崎先生のカウンセリングを紹介していただきたくて来ました。そうでしたか。ということは、こちらの、古本さんも？あ、そんなところです。そうなんですね。いいですよ、韮崎先生は。石沢ちゃんから話は聞いてるかもしれませんが、実は私も、摂食障害だったんですよ。何か嫌なことがあるたびに暴飲暴食して、後から気持ち悪くなって、全部吐いちゃう、みたいな。過食症ってやつですか。そしてここで、皆さん目星を触れます。では、アメミヤは、化粧でうまくごまかされていますが、栄養の偏りからか、原田ひかるの肌が荒れ気味であるということがわかります。ふむ。摂食障害だった。ということは、もう治ったんですか？治った。と言っていいかはわかりませんが、少なくとも、前みたいに悩むことはなくなりました。そうなんですね。はじめ、口コミを見たときは不安だったんですけど、実際に受けてみたら嘘みたいに良くなって、しばらくは水だけでも平気って感じで。それはすごいですね。SNS でも評判でしたよね。たまたま見つけた投稿が気になって、そこから調べたんですけど、結局何も出てこなかったんですよね。ああ、あそこは紹介制なんですよ。あ、そうだったんですね。先生は、あまり SNS とかやってないみたいですね。なるほど、そりゃ出てこないわけだ。ちなみに、今紹介してもらったとして、この後数時間後に、すぐ見てもらうことって可能ですかね。どうでしょう。私の時は運が良かったので、紹介後すぐに見てもらいましたが、先生も暇ではないと思うので、やはり連絡してみないとなんとも。じゃあ、よければ韮崎さんの連絡先教えてもらってもいいですか。ああ、いいですよ。そうして皆さんは、韮崎の連絡先を手に入れました。あ、一応料金の方が、1回1時間でだいたい8000円なので。ああ、了解です。まあ、一応診察という形ですからね。そりゃそうですよね。ちなみにカウンセリングってどんなことするんですか？カウンセリングといっても、お茶会みたいな感じでおしゃべりするだけなんですが、それだけでも楽になるというか、すごく効果があったんですよ。そうなんですね。そういえば、SNS で変なタグを見つけたんですけど、ウガークプンユフってどういう意味なんですか？ああ、それ、私も意味は知らないんですが、カウンセリング中に、韮崎さんが時々口にしてた言葉ですね。響きが可愛いって理由で、受講者の間で使われてるみたいです。わわ、わかります。私も可愛いと思ってました。いいですよね。ウガークプンユフ。彼女は会話しながら、何度もデザートを注文しては、次から次へと平らげていく。原田さん。その姿はまるで、石沢啓太の最後の姿を彷彿とさせる。やめてください原田さん。本当に治ってんのかこれ。探索者が止めようとしても、彼女がそれを聞き入れることはありません。もっと食べたいの。でもいくら食べたって平気。だって、また先生の話さえ聞けば、この食欲は浄化してもらえるんだから。原田ひかるの異常な食欲を目の当たりにして、浅草も異常な食欲が湧き上がってきます。浅草はパウかけるおで振ってください。これはまずいんじゃないか。ダメでした。では浅草は食欲に負け、目の前のものを貪り始めます。ああ、これダメだ。これダメだじゃないですよ。まずい、浅草さんまで食べ始めた。すみません、もっと注文いいですか？これはまずい。アメミヤさん、これ以上注文される前に早く出ましょう。そうしましょう。すみません、お会計お願いします。では、会計を済ませ、二人を店から引っ張り出します。ああ、お金が。はあ、
まだ全然食べ足りないわ。原田さん、このまま次の店行きましょうよ。待って。そうね、早く次の店に行きましょう。行きましょう。この二人を止めるのであれば、精神分析、もしくは他に何かあれば提案は聞きます。じゃあ拳振ってもいいですか？そうですね、後ろからの攻撃なので、不意打ち扱いで自動成功にしましょう。ダメージは 1D3。その衝撃で、浅草は我に返ります。いて、俺は、またやっちまったのか。さあ、早く次の店に行きましょう。ちょっと一旦待ってください。え？なんで？早く次行きましょうよ。いや、お金が。お金？そんなものなんとでもなるでしょう。止めないのであれば、原田はこのまま一人で行ってしまうでしょう。止めようにも、組付きも精神分析もないな。かといって男の俺が殴るわけにもいかないし。二人とも頼んだ。じゃあ拳振ってもいいですか？じゃあこちらも自動成功ってことでダメージを。では原田も、ハッとしたような表情になり、我に返ります。大丈夫ですか？大丈夫よ。私、たまにこうやって異常な食欲に駆られることがあるの。またそろそろ韮崎さんのカウンセリングを受けに行かないと。定期的に受けてたんですね。ちなみにどれくらいの頻度で？そうね、2、3週間に1回程度かしら。なるほど。今回は前に受けてから、結構時間が空いてしまっているから。ごめんなさいね、見苦しいところを見せちゃって。いえいえ、こちらこそ今日はありがとうございました。原田光は、それだけ言うと帰っていきます。ちなみに今何時頃ですか？まあ大体14時くらいですかね。じゃあもうこのままカウンセリング行きますか。あれ？でもまだ韮崎と繋がってなくない？一応連絡先は手に入れてますよ。あ、そっか。またいつ発作が出るか心配ですし、早めに見てもらいましょう。そうだな。韮崎に電話をかけます。呼び出し音が数回鳴った後、電話が繋がります。はい、もしもし、韮崎さんのお電話で間違いないでしょうか。はい、私が韮崎ですが、私、雨宮と申します。先ほど原田光さんからこの番号を教えていただいたのですが、摂食症のカウンセリングをお願いしたくて。なるほど、摂食障害というのはあなた本人ですか？いえ、私ではなく、私の友人なのですが。わかりました。カウンセリングはいつにしましょう。なるべく早く受けたいので、可能であれば今日受けたいのですが。今日ですか？結構急ですね。すみません、ダメそうなら別の日でも。いえ、今日はちょうどキャンセルが入ったので、この後16時からでどうでしょうか。じゃあそれでお願いします。場所は、教えてもらった住所に向かえばいいですかね。そうですね、原田さんに教えてもらったのであればそれで合ってます。一応、1回の施術に、1から2時間かかるのと、料金の方が、8000円になっておりますのでよろしくお願いします。わかりました、よろしくお願いします。そうして、電話は切られました。予約できました。この後16時からです。よかったですね、予約取れて。もうこのまま向かいますか？まあ、浅草は行くしかないからね。ついていきます。他にないので、5本も行きます。では3人は、韮崎の家に向かいました。あ、このマンションじゃないですか？確か3階でしたね。じゃあインターホンを。その前に浅草に応急手当てしてもいいですか？あ、じゃあ道中で手当てしてたってことで。回復用は 1D3 です。あ、すみません。ありがとうございます。3人は、言われた住所に来ました。駅から徒歩圏内にある、普通のマンションです。インターホンを押すと、中から女の声で応答があります。はい、どちら様でしょうか？16時にカウンセリングを予約した雨宮です。あ、これ雨宮で予約してたんだ。電話させられたんで。浅草が予約したら、二人はついてくる余地なくなるからね。では雨宮がそう伝えると。お待ちしておりました。後ろのお二人は？あ、すみません。摂食障害なのは自分なんですけど、どうにも発作中の記憶がはっきりしなくて。だから周りで見てた人に説明してもらった方が状況が伝わるかと思ったんですが、逆に不信感を与えてしまったみたいですね。すみません。なるほど、そういうことでしたか。わかりました。では3人ともお上がりください。そうして中に案内されました。間取りは 2DK。カウンセリングは、玄関を入ってすぐのダイニングキッチンで行われるようです。専用の部屋があるわけでもなく、原田からも聞いたように、まるでお茶会のような雰囲気です。机の上には紅茶が用意されています。全体的にセンスの良いキッチンですが、ところどころ違和感もあります。部屋の隅に段ボール箱が置かれ、中には2匹のウサギが丸まっていた。ちぎった新聞紙を寝床代わりに、しなびた野菜くずが与えられており、とても可愛がっているようには見えない。また、机の上には、紫の布がかけられた何かが置かれています。お邪魔します。お願いします。ウサギだ。ここから何かしたいことはありますか？何もなければカウンセリングに移りますが。自分は大丈夫。まあ自分もないかな。古本は動物が好きなのでウサギは気になってますけど、黙って座ってます。了解です。症状があるのは、浅草さんでしたね。はい、そうですね。実際にどういう症状があるのか、教えてもらってもいいですか？そうですね、ご飯を食べてると、猛烈にお腹が減って、我を忘れて食べてしまうというか。なるほど、異常食欲ですか。確かに、摂食障害の一つとして、そういう症状はよく見られますね。ではここで、説得などの対人系技能を振ってください。この説得はどういう意味ですか？韮崎に、探索者が摂食障害だと信じさせるためのものですね。ああ、了解しました。
と言っても今回、浅草は本当に接触障害なので、プラス 20% の補正が乗ります。いい車プラ20で計75。あかんかったわ。では、ニラ先は一瞬眉を潜めます。あ、じゃあ、横からさっきのサイゼリアのレシート出してもいいですか？お、いいですよ。あの、これ、お昼にサイゼリア行った時のレシートなんですけど、ほとんど浅草さんが頼んで食べたやつです。確かに、これは異常ですね。うがーくぷんゆふ。それにしてもこの量、本当に浅草さんが一人で？はい、ほとんど食べてました。ではお二人は、そんな浅草さんを心配して、ということですかね。はい。あ、はい、そうです。カウンセリングといっても、そんなに気負わずに、普段通りで大丈夫ですので。あ、ありがとうございます。最近起きた出来事だったり、そういう身近なお話を聞いて、不安を取り除いたり、リラックスしてもらうのが目的なので。最近の出来事ですか。もう石沢の件ぐらいしか思い浮かばんな。自分は一応記者をやっているんですが。浅草は心理学持ってますか？あ、一応25だけあります。じゃあこっちで振りますね。では、記者と聞いて、ニラ先の表情が曇ったように感じます。でしょうね。しかし、それも一瞬で、すぐに表情は戻ります。知り合いの記者仲間が、変な事件に巻き込まれたというか。その、変な事件、というのは。なんて言えばいいんですかね。突拍子もなさすぎて、言っても信じてもらえないと言いますか。全然大丈夫ですよ。私は信じますが、仮に嘘だとしても、それを話してもらうことが重要なので。一応二人に、石沢のこと話すよ、的なアイコンタクトを送ります。うなずきます。自分もうなずきます。これは昨日の夜の話なんですが、そいつとご飯を食べに行ったんです。最初は普通に喋りながら食べてたんですけど、急に、忽然と消えたんです。消えた？はい、しかもその場で。え？その場で？ですよね、二人の方を見ます。忽然と消えたというか、何かすごいことが起こって、別の部屋に移動したとかではなく、本当に目の前で消えたって感じで。ちょっと気になるわね。消えたというのは、どんな風に？なんというか、足から内側にめり込んで、最終的に口だけになって。それが本当なら、すごいことが起こってるわね。警察とか行った方がいいんじゃないかしら。警察に行ったところで、まともに取り合ってくれるとも思いませんし。まあ、それもそうね。うがーくぷんゆふ。さっきからちょいちょいなんか言ってんな。ニラ先はとても話上手で、振る舞われたケーキや紅茶も申し分ありません。しかし、不思議なことに、話しているうちに皆さんの食欲は薄れていきます。あれ？そういえば、腹の減りが収まってる。あら、それはよかった。私のカウンセリングはこういうものだから。うがーくぷんゆふ。しかし同時に、やけに体がだるく感じます。3人とも、1D3 振ってください。それぞれのデメ分の MP が減少します。攻撃されてる？ふふふ。あ、あの、さっきからおっしゃってる、うがーくぷんゆふ、というのは。あ、これは、特に意味とかはないんですけど、どう言えばいいかしらね。こういうわかりやすい言葉を何度も唱えることによって、馴染みを持たせて、この言葉が出た時に安心感を覚えさせる、という感じかしら。ああ、まあこれも、カウンセリングの一部と思ってもらっていいわ。と言っても、これに絶大な効果があるわけでもないんだけどね。そうなんですね。私たちも食欲なくなってるし、本当に効果はありそうですね。まあ一応、お金はいただいてますからね。ではここで皆さん、目星マイナス30で振ってください。あ、さすがー。では雨宮は、ニラ先がずっと、紫色の布がかかった何かを妙に気にしている、ということに気づきます。そして、クリティカルなので、先ほど、浅草が石沢の話をしていた時の、ニラ先の反応に違和感を覚えます。普通なら誰も信じないような話に驚いては見せていましたが、それがどこか演技っぽい、と感じました。あの、さっきからずっと気になってたんですが、この布がかかった置物は何ですか？これもカウンセリングと何か関係が。うがーくぷんゆふ。これは企業秘密だから見せられないわ。あ、そうですよね。カウンセリングで使うものだけど、中身は教えられないわ。これ中身気になりすぎるよな。かといっていいアプローチが思いつかない。自分ちょっと試してみてもいい？いいですよ。あの、すみません、お手洗いってどっちですかね？あ、お手洗いはあっちですね。すみません、お借りします。と言って浅草は席を外します。え？やりたかったこととは？いや、この後、この後だから。いや、すっきりした。ここで戻るときに、つまずくふりをしてティーポットを倒したいです。面白くなってきた。そうだな、それならデックスかける5とかかな。うまく倒せるかというよりは、わざとらしくないかって判定ね。よし、成功した。あーっと。ちょっと何やってるんですかー。浅草はティーポットを倒しますが、ニラ先が間一髪のところで布ごと置物を持ち上げます。いたたた。ちょっと、何するの？すみません。大丈夫ですか？本当に申し訳ない。うがーくぷんゆふ。ニラ先が、何度目かのそれを口にしたとき、浅草はパウかける5を振ってください。やっぱり攻撃されてるぞ。では浅草は、ケーキを食べたときのフォークで雨宮に襲いかかります。これはまずい。拳で振ればいいですか？そうですね。拳振ってください。ダメージは 1D3 です。回避振ります。不意打ち扱いなので回避は振れないです。あれ？手が勝手に。いた、ちょっと、何するんですか？いや、俺はそんなつもりは。
体が勝手に。ここで全員目星をどうぞ。アメミヤは、滴り落ちた自分の血が、不自然な挙動で布の下に吸い込まれていくのを目撃します。3チェックです。これはアメミヤだけですよね。他の人は見てないからそうですね。何してるのあなたたち。いや、体が勝手に。うがーくぷんにゅ。ごめんなさーい、と言って謝るふりして頭突きしてもいいですか。ちょっと待ってくださいね。その前に浅草は、もっかいパウかけを振ってください。じゃあ古本が頭突きしようとした時、ニラサキと古本の間に、浅草が割って入ってきます。浅草は体が言うことを聞かず、何者かに操られているかのようです。わあ。また体が勝手に。浅草さんどうしたんですか本当に。ごめん、自分でもわかんない。うがーくぷんにゅ。ニラサキさんそれやめてください。それやめてって、どういうこと。だって、明らかに状況が悪化してるじゃないですか。それはあなたたちが私に敵を向けてくるからでしょう。浅草、もっかいパウかけを。やっと成功した。浅草は、誰かを傷つけたい衝動に駆られますが、今ならその対象をウサギに向けることができます。ウサギに？さすがにそれはな、自分の太ももに突き立てる、じゃダメですか？それでもいいですよ。ダメージは 1D3 です。いってー。本当に何やってるんですか、浅草さん。浅草と古本はまた目星振ってください。古本は、浅草の血が、ニラサキが持つ布の下の何かに吸い込まれるのを目撃します。3チェックです。危な。ここでファンブル消費でかい。うがーくぷんにゅ。このまま浅草を放っておけば、大惨事は避けられないでしょう。浅草さんやめてください。そう言いながら組みつきます。じゃあ古本も手伝います。組みつきは、判定なしでできたことでいいでしょう。避けることもなさそうだし。そうね。じゃあ2人がかりで抑え込めるか、STR 対抗ロールです。アメミヤと古本の STR はいくつですか？STR は8ですね。私も8。じゃあ合計16と。浅草の STR は6なんでこっちが自動失敗っすね。はい。では女性陣2人で浅草を抑えることができました。浅草は拘束され、自由に身動きが取れなくなる。すると、浅草の体のどこからかうがーくんゆという声が聞こえてきます。体のどこからか。それは浅草の声でもなく、ニラサキの声でもありません。それはどんな生き物の鳴き声とも異なる、不気味なものでした。そして浅草が、天井に向かって大きく口を開ける。怖いな。次の瞬間、浅草の口から、黒い液体が大量に溢れ出た。え？その腐った沼のような悪臭を放つ液体は、床に流れ落ちて一つの塊になる。それは、カックグに何十本も短い足を生やし、蛇のように鎌首を持ち上げた。のっぺりとした黒い塊のてっぺんに、木の杭のような歯を生やした巨大な口が開き、体のあちこちに、ギラギラと光る女神開かれた。無形の落とし子を目撃した探索者は、3チェックです。あれ、成功したわ。成功で1、失敗で 1D10。古本のアイデアロールを。成功しちゃったー。じゃあ狂気内容を決めましょうか。4です。4は、早口でブツブツつぶやく、あるいは多弁症。キャラ的にぴったりですね。そして、化け物が出たことで、浅草は肉体のコントロールを取り戻します。異常な食欲も、もうないです。浅草さん、あんなの飼ってたんですか。そりゃ、食っても食っても足りないわけだ。あなたたちが化け物の出現に驚いている一方で、ニラサキは布にかぶさった何かを持ったまま、部屋の外に出ていきます。え？浅草さんの口から何か出てきたかと思えば今度はニラサキさんが部屋から出ていきました。何がどうなっているんだ、わけがわからない。ニラサキを追いかけることはできるんですか。追うことはできますが、化け物が襲いかかってきます。まあそうだよね。戦闘開始です。まずは化け物の行動です。攻撃対象は浅草。浅草はまずい。化け物は浅草に噛みつこうとしますが、攻撃は失敗に終わりました。しかし、化け物は俊敏な動きで、もう一度攻撃してきます。AI2 回行動かよ。シークレットし忘れてるぞ。まあ別にいいや、浅草はなんとかかわすことができました。結構強そうだな。浅草のターンです。攻撃されたなら応戦しますかね。持ってるフォークで殴りかかります。それなら拳で。攻撃は空を切ります。古本茶このターン。ニラサキを追いかけたいんですが、その場合は、ニラサキとのデックス対抗になります。距離はこちらで管理してるので、追いつくまでって感じですね。5本のデックスいくつですか ?14 ですね。ニラサキのデックスが10なので、成功値は70になります。では、5本は部屋の外、マンションの廊下に出ました。アメミヤのターン。追跡の応用で、最短経路見つけたってことで、追跡成功したらデックス対抗に補正もらえません。とりあえず振ってみていいですよ。いらんことするから。はっはっはっは。そもそもその40が成功ならデックス対抗も成功なんよ。まあさっきこぼした紅茶が吹けてなかったんでしょう。アメミヤは濡れた床に足を滑らせ、転倒します。1点のダメージを受けた上で、次のターン行動不能です。この人また死にそうで草。こっちに攻撃来たら終わる。2ラウンド目、化け物のターン。攻撃対象は、アメミヤ。まずい。噛みつこうとしてきます。失敗。動けないのに外すのかよ。しかし、そのまま連続で攻撃してきます。成功。回避はできないので、このままダメージ出します。やばそうだな。
7点。あっぶねえ。これで目が低いだけか。これを受けて、アメミヤは HP が2以下になったので、気絶します。アメミヤが気絶したのを見て、化け物は浅草の方を向くでしょう。浅草のターンです。おいおい嘘だろ。こんなの俺一人でどうにかできねえよ。逃げます。デックス対抗どうぞ。あ、そっか。逃げるというより、ニラ先追いかけるの方が正しいか。浅草は、化け物とアメミヤを置いて、部屋の外に出ることができます。続いて古本茶子、あなたは今、マンションの3階にいます。ニラ先の姿は見えてるんですか？姿は見えてませんが、バタバタと足音は聞こえてきます。3階か、さすがに飛ぶのはきついか。ようやくミスったら今手当てする人いませんからね。まあさすがに階段か。デックス対抗どうぞ。では古本がニラ先を追って階段を駆け下りていると、2階から1階に駆け下りる、ニラ先の後ろ姿を一瞬視界に捉えます。いた、この町山、来てくださーい。続いて化け物の行動。化け物は部屋の扉を突き破って、探索者を追いかけてくるんですが、浅草は次、どこに向かおうとしてますか？3階から飛ぶのは無謀だから、とりあえず階段に走ってるかな。では化け物は、一番後ろにいる浅草を追ってきます。化け物は浅草に追いついて、さらにそのまま攻撃してきます。そういやこいつ2階行動だった。これは死にそうだな。一応回避は触れます。頑張って避けて。これは死にましたね。浅草ー。嘘でしょ。あとは頑張ってね、茶子さん。起きてこない浅草を確認して、化け物は古本の後を追い、階段を下っていきます。え、化け物降りてくるの？降りてきます。全滅エンドあるな、これ。続いて、古本の行動ですがどうしますか？これ、浅草はもうロスト？このまま放置されたら、ロストでしょうね。かといって戻ろうとすれば、化け物と鉢合わせになりますね。いや、もう進むしかないんか。ではデックス対抗どうぞ。古本は、駐車場に向かって走るニラ先に、追いつくことができました。このまま走った勢いでニラ先に頭突きしちゃダメですか？いいでしょう、頭突き振ってください。ダメージは 1D4 点。おぉ。すると、5本の頭突きを受けたニラ先は、抱えていたものを落としてしまいます。紫の布は剥がれ、中から黄土色の砂岩を削って作られた素朴な石像が姿を現します。その姿は、コウモリとヒキガエルを彷彿とさせるが、そのどちらでもない。いやらしく開かれた口や、でっぷりとした腹には剣をしか感じられません。ニラ先の手から離れたその像は、地面に叩きつけられ、簡単に砕ける。その瞬間、古本は白チュームを見るだろう。そこは、あらゆる種の生物の白骨が敷き詰められた暗い洞窟。どこからか聞こえるガークプンユフ、という祈祷の声に包まれ、怠惰に、ダミンと人肉を貪るヒキガエルに似た怪物の姿を見てしまう。それは先ほど砕けた像に似ており、あの像がその怪物を模したものであることはすぐに理解できた。しかし、その怪物から感じた邪悪さは、像のそれとは比べ物にならない。怪物は全くこちらに害がないように見えたが、遠くから見ているだけで、魂が打ち砕かれるような恐怖を感じさせる。少しでも怪物の起源を損ねれば、人ごとき、一瞬で潰されると容易に理解できた。怪物は、今まで古本の方を物憂げに眺めていたが、やがて飽きたように目をそらすと、どこからか女性の体をつまみ上げ、ゆっくりとその口へと運んだ。今あっけなく怪物に飲み込まれた女性。それは紫栄、その人であった。古本は、紫の悲鳴で白チュームから目を覚ます。我に返った古本の前で、ニラ先はヒキガエルの鳴き声のように大きな腹の虫を鳴らし、みるみるうちにやつれていく。一方で、古本を追ってきていたはずの化け物は、古本を無視して、ニラ先の方へ這いずっていく。そんな化け物を見て、ニラ先が叫んだ。うがー、クプン、ユフ。そして化け物の方に駆け寄り、飢えた獣のように化け物にむしゃぶりつく。ニラ先は、人より一回り大きな化け物を、あっという間に食べ尽くしてしまったのだ。化け物を食べ終わると、ニラ先は古本に向かって弱々しく手を伸ばした。もっと食べたい。そう言い残し、ニラ先は行きたいます。サプグアの白チュームと、ニラ先の死に様を見た古本は、3チェックです。失敗は 1D10 プラス1。普通にでかいな。不定入ってる。とはいえ、化け物は消え、もう周りに危険はありません。警察に通報すれば、事情聴取は受けるものの、権利がかかることはありません。生き残った探索者は、いつもの日常に戻ることでしょう。というわけでクプルフ神話 TRPG、もっと食べたい。シナリオクリアです。お疲れ様でした。